本当は教えたくない白樺の買い方シェアします。はい、このチャンネルは私平成元年で無許可ロレックス駅伝でジュエリーマスターズを購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録いいねの方よろしくお願いします。一皮むけますキムコモタケのねーというところでございます。はい、本日につきましては本当は教えたくないてか本当に教えたくないマジで教えたくないグランドセイコーの白樺の、まあ、早い買い方、こちらの方ですねシェアしていきたいなというふうに思います。はい、このチャンネルではですね、皆様からの情報をもとに、私が GMT-SS マラソン中で、ございます。ね、ロレックス以外にもね、いろんなこういう GS 情報であったり、時計のね、いろんな最新情報、皆さんにシェアしていきますので、ぜひよければ、ムケムケ OK の方よろしくお願いします。本当に教えたくないです。これマジで。マジで教えたくないんですけれども、話していきたいなと思います。はい。本日ね、私、グランドセイコーマスターショップの方行ってまいりました。現在私ね、800人チャレンジ中というところで、まあ、11月のね、終わりまでに800人達成したら、まあ、グランドセイコー白樺モデル、こちらの方ね、買おうかなと思ってるんですけれども、まあ、その時点でもう在庫がなければ、ちょっと買いません。これはもうね、先に言ってますけれども、で、今日店員さんとのね、会話の中で、あ、その手があったかっていうところで、本当に教えたくないですかね、これマジで。うん、その話していきたいなと思います。白樺とかね、都会では人気じゃないですか。でね、もうね、4ヶ月とかね、5ヶ月待ちとかで、今買えない状態になっております。で、そんな中で私のこの田舎の店舗だったら、置いてあるんですよ。ね、これ何回も言ってますが、置いてあるんですよ。で、これをね、買える方法があるんです。これを。それをね、今日教えてもらったんですけれども、まあもう言うんですけれども、グランドセイコーの田舎の店舗に片っ端から電話かければ、買えるっていう話でございます。はい、まあね、どういうことかと言いますと、まあね、結構その前に限定モデルとかが結構その発売された時とか、結構ね、お店にね、お問い合わせがあったらしいです。で、在庫があれば取り置きするし、で、なんなら配送もしますって言ってましたよ、これ。ああ、言っちゃった、マジで。言ってもうたこれ言うてもうた。田舎だったらね、結構置いてあることがあります。だからそういう店に片っ端から電話かけて取り置き配送してもらえれば、まあ早く帰るよっていう話をね、今日聞くことができました。これ言っちゃった、本当に。ね、これね、もし早急にね欲しい方がおられましたら、まあ、そういうのもあるのかなというところでありますが、まあ私の店舗のやつを買わないでくださいっていうところはあります。でもね、私思いますのが、まあ GS ファンってなんかね、侍みたいな、時計ファンの方がね、多いようなね、ちょっとね、イメージがあるんですよね。時計好きでござるみたいなね、そういう感じがするんですよ。時計を愛しているような方が多いと思いますので、そこまでしてね、多分買われるっていうよりかは、自分のね、お得意さんの店員さんから、懇意の店員さんから買われることが多いのかなと。まあ、まあ、自分も思いますけれども、まあ、そっちの方が、まあ、いいと思いますね。一度そのグランドセイコー買われたお客様には、まあ、優先的にね、次の限定モデルとかが出た時にご案内するっていうような、やっぱりこう順位付けはしますよっていうのは言われておりました。だからね、その遠い県外のところに電話して配送とかしてもらうよりも、まあ、グランドセイコーの時計を買って、お店とね、仲良くなることによって、次回からね、限定モデル優先的に紹介されたりとか、そういうのもありますので、ぜひね、そういうね、近くの店で買われる方がいいのではないかなというところであります。まあ、今後ね、グランドセイコーがね、どんどん海外進出してって、もっとね、品薄になって、価格の高騰とかもね、なってきた場合には、これね、転売ヤーがそういうことをしだすんじゃないかなと。
というところでちょっとねビクビクしておりますが、まあ早く買うならそういう方法があるよというところを今日ねシェアしたくないけどシェアしましたというところでございます。まあこの動画アップしてね早く私もね800人達成しないとね白樺これゲットできなくなりますからね。皆さんぜひねよければムケムケ OK の方よろしくお願いしますね。結構予想以上にね早く進んでおりまして、今のペースでいければ買えるんですけれども、まあ在庫がなくなったら残念と、まあいろんな私がいいなと思った時計どんどん紹介していきますので、まあ私ね最新情報も結構皆様からいただきますのでシェアできると思います。もしよければねムケムケ OK の姿勢私を応援よろしくお願いしますというところで、本日はですね本当は教えたくない、ブランド成功の早い買い方、こちらについてシェアさせていただきました。はい、以上です。ムケムケ OK。 では。